はい、こんにちは、カフアです。今回は難しい工程が一切ないのに美味しくブレなくコーヒーを抽出できるこのハリオのスイッチを使って入れるコーヒーを紹介しようと思います。これ簡単ながらもコーヒーの世界大会でも使われたりしています。これで入れるコーヒーがねすごいうまいんですよ。ハンドドリップってお湯を注ぐとき蒸らしの時間とか全体の抽出時間とか結構ね測ることが多くて、でさらにはコーヒー粉に全体にまんべんなくお湯を行き渡っているかみたいに注ぐので、結構ね初めての方にはハードルが高いというか苦手意識を持っている方も多かったりするんじゃないかなと思います。そんなねドリップ苦手な方でも大丈夫、めっちゃ簡単なドリッパーあるよっていうことをね伝えていこうかなと思います。はい、今回使うスイッチは面白いね構造になっていて、ドリッパーの下にね、わかりますかね、ビー玉みたいなのが入ってるんですよ。このビー玉がラムネみたいな線の役割を果たしていて、まあ、線をした状態、ここにねスイッチのボタンがあるんですが、線をした状態でお湯を注ぐ、で少し時間が経った後このスイッチを押すとコーヒーが一気に流されていって、落ちるみたいなねギミックになっています。であとねここのね周りリブっていうんですが、リブはねスパイラル形状になっています。この形になっていることで、まあ、最後ね一気に流れ落ちるような形状になっているって感じです。サイズは2種類あって、まあ、出来上がりのコーヒーが 200ml のものと 360ml になる、2つのサイズがあります。これ使うのはね 360ml のものとなっています。まあね、1人で使う場合は 200ml の方、たくさん飲むとかね、家族で使いたいって方はねこっちの大きい方360でいいのかなと思います。はい、ではね早速ドリップしていこうと思います。今回使う豆はコーヒー黒、これね提供いただいた豆なのでちょっとね紹介させてください。名前の通りこのブラックコーヒーそのものの豊かさを引き立てる味わいを大切にしていこうみたいなね、そういったブランドとなっています。中身はエチオピア、ブラジル、インドのブレンドとなっていて、テイストとしてはモカの分類です。この豆使っていくのでね、また味見の時に詳しく感想を言えたらなと思います。開封までしちゃおうかな。うん、いい香りだ。今から抽出するんですが、これねフィルター付属してます。これね結構嬉しいですよね。これ使っていこうと思います。豆の状態こんな感じですね。フルシティロースト、うん、2回抽出するんですが、1回目は中細引きでね引いていこうと思います。1回目の抽出はハリオの説明書に書いてあったり、ハリオのねサイトに書いてある方法でやりたいと思います。レシピは載せておきます。じゃあ早速抽出していきます。はい、もうねハリオいいところ、スイッチのいいところがもうこうやってねお湯注いで終わりなんですよね。だからもうね適当に、はい、こんな感じでね 240g お湯一気に入れるだけです。あとはね2分待つだけ。じゃあ2分経ったよ。いいね、 OK だね。抽出終わったんで取っちゃいます。スイッチ押すだけなんでねめっちゃ簡単なんですよね。やっぱよいしょ、はい完成しましたね。今回何もしなかったんですけど、待ち時間にスプーンとかで軽くねコーヒー粉を攪拌してもいいそうです。その方がねより深みとかまろやかな味わいになるそうです。今回はね何もしないで飲んでみます。うまいね。一応ねこのコーヒー黒の商品ページに書いてある風味とかの特徴のグラフこの辺に置いておきます。インド、エチオピア、ブラジルのねブレンドっていうところでねかなりね飲みやすい味わいになってるかなというふうに思います。モカなんで結構甘みも感じます。なんか本当にいい、なんか強いて言えばインドっていう感じはあんまりしないんだけど、エチオピアとかのちょっとねフルーティーで柑橘系の風味とかを感じつつ、味わいはブラジルとかのこうナッツでクリーミーなねコーヒーの
美味しい味わいっていうのを感じます。なんかね、インドってもっとこうスモーキーでワイルドみたいなイメージだったんだけど、その辺あんま感じないかな。普通にめちゃめちゃ飲みやすい、美味しい。なんかね、温度も適正というか。ああ、じゃあインド感もあんのかもね。こんな具合でね、めちゃめちゃ簡単に美味しいコーヒーが飲めるんですが、このスイッチね、アレンジレシピっていうのもね豊富にあって、いろんなねバリスタさんが日々さまざまなレシピを、日々っていうほどでもないか、さまざまなレシピを公開しているんですが、今日は別のレシピにも挑戦してみようかなと思います。それがこちら、世界一のバリスタ加瀬谷さんの提唱するハイブリッドメソッド。これがね、動画見てめちゃめちゃうまいらしいんですよ。まだね、僕自身試したことないです。この方法は前半で糖化、まあ、普通のねドリップみたいに入れて、後半では浸湿式、さっきのようにつけてから抽出するの二軸で入れる抽出方法となっています。レシピはね動画の画面載せておきます。だからまずはね、また削るところからだな。一応ね、さっきの注意点として、ハイブリッドメソッドの方は中粗挽きくらいで引いています。一発目はね中細挽きくらいで引いてました。はい、ハイブリッドメソッドで入れていこうと思います。ちょっとね複雑なので、レシピはね画面に載せておきます。1投目は 60g までお湯を注ぎます。はい、こんな感じね。はい、で30秒経ったら120まで入れちゃいます。はい、こんな感じ。そしたら1分15秒くらいになったら、もう蓋を閉じちゃう。今ねちょっと時間を置いてんで、1分半経ったら一旦ね蓋をします。そしたら最後に70度のお湯を 280g まで一気に入れちゃいます。でね、30秒くらい経ったら一気に流しちゃう感じですね。いや結構難しいな。最後ねジョロジョロって落ちきったら完成なんですが、落ちきるまでにね3分、全体で3分程度で抽出が終われば理想的です。で終わんなかったらね、もう3分ぐらいのタイミングでもう取っちゃっていいです。完成。これがハイブリッドメソッドか。はい、早速ね飲んでいこうと思うんですが、途中でね70度のお湯を入れて抽出した液体となっているので、まだね若干温度は低い完成となっています。最後まで美味しくいただきたいので、あのね、あらかじめコップを温めておくのがベストみたいです。もうね僕は今、カップを温めた後です。なので注いでいくね。初めてだ。いただきます。おー、なるほどね。これはねクリーンだね。うまいわ。なるほどなるほど。すごいね、甘みが出ていて、後味雑味なくクリーンな味わい。もうねクリーンカップとはこのことかみたいな味わいです。あー結構変わるね。おー全然違うわ。ハイブリッド式のドリップっていうのは、まあ、最初にね高温で味をね一気に出してしまって、でなんて言うんだろうな、ドリップって最後の方は出がらしというか、ちょっとね、まあ、コーヒーではあるんですが、まあ、雑味みたいなものがもう一緒にね抽出してしまうっていうところなんですが、最後に温度の低いお湯をね使って浸湿してあげるっていうところで、もう雑味っていうのがねほとんど消えて、めちゃめちゃね美味しいコーヒーになってます。コーヒー自体の味っていうのは、まあ、もちろんね使ってる豆同じなんで大きくは変わらないんですが、味はしっかりしていて、それでいて後味はすっきり、まろやかな味わいっていうところでね、嫌なところが一切排除された。すごい。あ、クリーンでもうね最高の一杯になったかなと思います。
まあ、動画内で粕谷さんもおっしゃってたんですが、まあ、深入りの豆でも浅入りの豆でもね、どんな豆でもね使えるっていうところで、普段ねご自身で飲まれているコーヒーに、全て使える方法となっているのでね、いやめちゃめちゃおすすめです。そう、とにかくクリーンでもね、普通に1杯目に入れたやつもね、結構もう時間経って冷めてきたんですが、これもこれでね全然美味しいんですよね。面白い。なのでハイブリッド式、僕もねまだ慣れてなかったので、すごい何分にどこまで入れてみたいな、何分までいったら新酒にしてみたいなね、結構最初はテンパっちゃうんで、慣れるまでは結構難しいかな、大変かなっていうふうに思います。なのでもう本当ね、ドリップ慣れてない、手間なく誰でも簡単に入れられる方法って言ったらね、1杯目の、まあ、ハリオの説明書に書いてあるような入れ方でね、十分美味しくいただけます。でそれでね、ずっと飲んでいって慣れてきたら、このねハイブリッド式っていうのをね、ぜひ試していただきたいと思います。もちろん粕谷さんのレシピなので、概要欄にご本人がね詳しく解説している動画載せておくので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。やっぱねうまいのはね、このね黒コーヒーのおかげかなっていうところもあります。モカなんでね、結構いい味出てるんですよね。普通にエチオピアとかの華やかな風味とか、ブラジルのねこれぞコーヒーみたいな味わいも感じつつ、結構ね新鮮な豆だったので、非常にね最後まで美味しくいただけました。コーヒー黒の詳細も概要欄に貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じでね、今回ハリオのスイッチを入れたね、まあレシピとか抽出の動画でした。コーヒー好きでドリップコーヒーしてみてるけどうまくできなかった方とかね、なんかやり方わかんない難しそうとか思って敬遠されていた方のね参考になったら嬉しいです。全然ねこれハイブリッドっていうかね、1台で、まあ、普通にドリップコーヒーのドリッパーとしても使えるし、今みたいにねコーヒーにつけた水をつけた状態で一気にね外すっていう方法もできるので、最初の一つとかにも全然ありかなと思います。はい、そんな感じで終わろうかなと思います。参考になったらグッドボタンとチャンネル登録の方をしていただけると大変励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。